いや、もう怪我なくやれていることに感謝です。まあそれはあって当然のことだと思っているので、あまり気にしません。逆にそういうことでやはり惑わされたくないっていうか、まあ自分の信念を、まあ軸をぶらさずにやることが僕は一番大事だと思っているので、まあそれは自分の心の中だけに留めて、まあわざわざ言うことではないというふうに思ってます。まあ8月8日が僕の試合の日ですけど、そこにしっかりとコンディション、そしてピークを合わせる心と体を最高の状態に持っていく、これがこの2つが大事だと思ってます。まあ執念を持って我慢強い柔道を展開したいなというふうに思ってます。まあ、8月8日試合日ですけど、やはり応援というのはすごい力になりますので、地球の裏側のリオですけど、テレビの前でも祈っていただけたら幸いです。